マジか。え、棚子行った。こんにちは、高曽です。さあ、うなもん飼育日記その2ということで、この辺かな？うなもん見えてますね。ここにうなもん見えてます。隠れちゃった。まずは訃報からなんですけども、残念ながら、天ぷらがお星様になりまして、このうなぎ飼育の中で唯一、餌ではない存在だったので、すごく悲しいんですけども、天ぷらがね、エビを一生懸命追いかけてる姿なんてすごく愛くるしかったし、魚が死んでここまでちょっとダメージを受けることってそうそうなかったんですけども、残されたねうなもんと餌たちと一緒に静岡自然部っていう YouTube をね盛り上げられたらいいなと思います。まあちょっとタイミングが悪いというか、今週もう一本動画出そうと思ったのがハゼ釣りでハゼを食べるぞって動画だったんで、一つ申し上げておくと、食べた中のハゼには含まれてないので、そこはね、勘違いしないでいただいて、育ててました、ちゃんと。この子らが結構生き延びてて、見ての通り、大きかった、及川たちは全滅、食べられました。で、今回は、うなもんが結構慣れてきたんですよ。餌をあげ続けてたら。菜箸でね、水をあげてたんですけど、あ、ほら今来ましたよね、極楽ハゼも。ほらほら、でうなもんも、ほら来るようになったんですよ。僕が菜箸でねミミズを与え続けてたんですね、この子らに。そしたらちょっと慣れまして、こうやって来るようになってきたんですよ。なんでちょっとミミズをね、まず皆さんに見せようかなと、ミミズ芸を。はい、ではでは、ミミズ取ってきます。ミミズが一番いるのはやっぱりここですね、この刈った草の下ですね。ここに勝るものはないと思います。いますよ、ミミズが。うん、いますね。ほら、はい、蚊と格闘しながら10分ですけど、これだけ取れました。釣り具屋で磯目買うようなレベルで取れますね、簡単に。はい、僕の動画ではミミズの取り方も詳しく説明しているので、概要欄をご覧ください。それでは上げてみましょう。ミミズだよ、ナムブル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 、へい。って感じでね、ミミズはすげえ食うんですよ。青い染めは食べない。もうグルメなのかわからんけど。天ぷらがいなくなっても、こうやってうなもんがね、積極的にご飯を送ってくれるから。うれ。おい、極楽ハゼ。ぽい。あ、持ってった。でもちょっと顎見して、はい、見えた。顎のところにね、釣られた跡がまだちょっと残ってるんですよね。それがね、ちょっと痛々しいんですけども、はい、元気に生きてます。で、ということで、うなもん、小魚も食うんですよ。なので、今から土壌とメダカを取りに行って、1日経過した後、どれだけ減ってるかっていうのを観察しようかなと思います。はい、水路にやってきました。さて、いるかな？あ、いっぱいいますね。見えますかね？メダカと土壌がいっぱいいます。よし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 。どうだどうだ。ほら、こんなに取れた、メダカが。メダカ取れましたね。うん、いいサイズだね。いいサイズの土壌。あ、珍しいの取れた。で、カマツカ、これ多分選手ではまだ紹介してない子だ。はい、土壌とカマツカとメダカ、こんだけ取れましたが、みんな餌です。この土壌なんて超でかいしさ。ということで、メダカが20、土壌が9、カマツカが1取れたので、この中に投入していきます。今回はちょっと餌という名目なので、水合わせはスルーします。
ちゃんとメダカを飼いたいって人は参考動画いっぱいあるのでそちらを参考にしてくださいね。さあ君たちは餌なんだ。よいしょ。これで全部入れ終わりましたね。うなもんどうだい。餌がいっぱいやってきたけど、この水槽の中の生物たちがどれだけ減っているか。メダカがおそらく水が合わなくていなくなってしまう個体があると思うんですけども、それは除きます。今現在20匹メダカいますけど、それは差し引きますので、一体ウナモンがどれぐらい食べるのか、皆さん予想の数字をコメントとかに残してくれると嬉しいです。ウナギ飼育ネタ第2弾でした。あ、ごめんなさい、結果発表するわこれ締めようとしちゃった。メダカが来た。ミスった。お、マジか。え、卵いった。卵いった。もうマジか。いやだってだ卵だって今まで頑張って生き延びてたじゃん。このタイミングで卵行く。ちょっとびっくりしたわよ。どうしてこうなったなんか土管がすごいことになってんな。ちょっと直すか。はい、ということで24時間経ちました。結果から申し上げます。メダカ20匹いたのが4匹になりました。そして土壌がですね、9匹いたのが全滅。カマツカも消えた。タナゴも食べられてしまいまして、もうほぼほぼ全滅ですよ。ウナモンさんやってくれますね。ウナもお腹いっぱいでしょ。ってことで今回判明したのが、やはりウナギの食欲はもう一回もスイッチ入っちゃうと止められないね。ウナモンはですね、慣れてきたらおとなしいどころか凶暴になりました。でもやっぱ極楽派でとウナギは共存できるね。食われないかもしれない。混泳させたいなら極楽派でがおすすめかもしれない。結構人懐っこくなりますし可愛いです。はい、ということでうなぎシリーズでした。それではまた。